せーの、週刊金曜ロアッソ。そうだ、ここからロアッソはもうマサヤがいるからマサヤにお任せでいいもんね、はい、すいません申し訳ございません、もう紹介できて光栄です。そうだね、けど、はい、ということで一番、はい、そうなんですけども、はい、今日はこちらですね、はい、実はですねロアッソの新たなポスターができたんですけれども、今回11選手選ばれておりますが、はい、木村さん、共通点分かります？何の共通点って言うと、何の共通点を見出すの？この11選手の、あ、分かった、熊本出身だ。正解です。そうだ、さすが木村さん、みんな熊本出身、俺たち熊本育ちという、書いてあるから、書いてあったね、そうなんですけどね、今シーズンはですね、はい、11人ロアッソには地元出身の選手がおりまして、この選手をピックアップしたポスターが先ほど完成したんですね。完成したということで、つい先日なんですよ。これけど逆に県外出身の方の集まりのポスターも作ってあげないとしょのむんじゃないと、それ寂しいもんするね。他のそのあたりはちょっとまとまらないスイートクラブに、まあでもあれですよね、余計こうほら地元のクラブの地元の選手をこう知る機会とか応援する機会になりますもんね、今年は特に一番多いしね、はい、はい、ちょっとねそういうそのチームが変わった部分っていうのの大きなところ一つだからね、はいはい、そうですね、ただですねこちらのポスター掲示はされるんですけれども、うん、一般の方への販売ですとかお渡しっていうのはしていないので、うん、はい、ぜひ見かけた場合は、うん、まあ、選手の皆さん見て応援をしていただければというふうに思っております。ぜひとも、はい、発見したら写真撮ってください。まさやちょっと最近ね、ちょっとチームがねなかなか勝ち星がないんだよね、まさやね。まあ、先日の岩田戦はですね、やっぱ早い時間帯の失点というのが一番大きかったと思うんですけど、ただ練習なんか行きますとチームすごい雰囲気がいいんで、そう簡単に崩れないと思うんですけどね。次か、次頑張ってもらわないと。まあ、そういった状態のロアッソなんですが、現在の順位表を見てみましょう。去年と同じなんで、開幕戦、はい、勝って大体去年もこれウロウロしたのさ、そこからですね、19位ですね、まだ5試合しか終わってませんしね、まあ、絶対な、はい、さあ次の対戦相手は横浜なんですが、ここにおります。そうなんです、横浜 FC のゴールキーパーって去年までの南ゴールキーパーが横浜でしょ確か。はいはい、そうなんです。その南選手との対峙もあるということで、見てこうなっております。はい、次節こちらです。明日土曜日夕方4時キックオフで、会場はアウェーの日発三ツ沢球技場ということで、南選手もそうですけども、うん、市村選手とか、うん、あと渡辺選手ね、うん、かつてロアッソにいた選手がいますんで、うん、そっかそっか、ここ負けられないです。4時、明日の4時キックオフなのね。私がちょうど伝えている頃だね。そう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 、そうなりますね。そうなります。4時半、アロさんの戦いも行われる、はいね、はい、ということです、はい、さあ以上ロアッソコーナーでした。はい、ロアッソでした。